こんにちは、花野小町です。こんにちは、笹団五郎です。東アジア文化都市2015新潟市ニュースをお伝えします。今回の話題はこちら、韓国舞踊家レジリンスプログラムとノイズミ2の公演について紹介するよ。レジリンスプログラム、うん、今年東アジア文化都市事業の一つとして韓国の舞踊家を新潟市に招いて活動を支援しているんだ。韓国のコンクールで選ばれたイムービンさんが2月から新潟市に滞在、ノイズミ2に加わって活動しているよ。ノイズミ2ってノイズミの研修生カンパニーのことよね。そう、ノイズミ2はホールのステージで公演するだけじゃなく、ジャンルを超えた文化芸術とのコラボを行っているよ。今年5月には光の芸術プロジェクションマッピングと、8月には新潟市の盆踊りのリズムタルキムタとのコラボ公演が行われたんだ。芸術と芸術が融合することで新しい価値が生まれるのね。これだけの公演が見られるのもノイズムというカンパニーがある新潟市ならではの特権かもね。もちろん、レジデンスダンサーのイムービンさんもエネルギッシュな踊りを見せてくれたよ。イムービンさんの踊りを見る機会はまだあるの？12月にノイズミ2の定期公演が予定されているよ。これが東アジア文化都市イヤーのイムービンさんの活動としてはラストの公演になるね。チケット販売など詳しくはノイズミのホームページをチェックね。新潟から文化でつながろう。それではまた次回お楽しみに。お楽しみに。